皆さんこんにちは。今回の動画は来年度完結記念特集深掘り編をやっていこうと思います。あ、この動画を最後まで見ていいと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。306話では3個を深掘りしています。まず1個目に掘っていくのは観客の声について。今回の306話では神宮を後にする観客たちがこんなようなことを言っていました。アルミアの更新編も見たかった。もし今大会ナイツが優勝して甲子園に行っていた場合、選手権ではどんな結果を残していたであろうか。ということで少し妄想。ナルミアの甲子園編。ナルミアとしては3回目の甲子園。年々成長し現在は超高校級左腕。3年生として挑んでいた夏田予選決勝の方ではまっすぐの最速153キロ。豊富な変化球、特にチェンジアップ。そして高校生活最後の夏で習得した西縦カット。2年生から9回を1人で投げ切ることができる強靭なスタミナ。まさに怪物。稲垣はこの鳴宮を筆頭に最低でもベスト4は堅いかなと思います。以前別の動画でも取り上げましたが、個人的に注目している対戦カード、やはり駒大藤巻。駒大とは去年の夏大決勝で対戦しており、延長戦にも及ぶ激闘。あと一歩のところで稲津は全国制覇を逃しています。もしこの対戦が実現した場合、1年ぶりの対戦。この1年でリリーフからエースとなった本郷、現時点での成長は見つつ、正直選抜編の能力でも十分。また鳴宮も成長、球速アップ、既存球種の精度は一発、新球種開拓。鳴宮対本郷の激アツな投げ合い、正直稲垣対聖堂戦以上の投手戦になることは間違いない。また稲垣は昨週で2度ほど聖堂と対戦しているため、甲子園編でも稲垣対聖堂戦が実現したら面白そう。正方に明石というピッチャーがいますが、この明石怪我の影響もあり、稲垣のバッターとは甲子園や練習試合で対戦経験なし。稲垣 VS 明石聖也。3年生になってから徐々に本来の力を取り戻してきた明石。もし実現した場合は稲垣打線に対してどんなピッチングをするのか注目。続いて2個目に掘っていくのは最終回について。今回の306話では、鳴宮と国友監督の絡み、感動という2文字がふさわしい歴史的な名場面が誕生。神回といっても過言のない話でしたが、衝撃の最後。最終回まであと2話。最終回ということは、甲子園編はどうなるの？また、アクト3はあるの？このように、唐突の最終回予告で読者は混乱しています。大ニュース公式ツイッターの方では、アクト2があと2話とツイート。アクト2があと2話ということは、大ニュース自体は最終回ではない。個人的には、本当に最終回ならアクト2ではなく、大ニュースがあと2話。アクト2を抜いて公式はツイートしていたはず。そのため、ある程度の準備期間を挟んで、アクト3。また、更新編の件について。306話の最後のページから、現状アクト2での甲子園編連載は絶望的。しかし、アクトというのは幕という意味がある。実大ニュースでは選抜編を機に大ニュースからアクト2へ行こう。そのためアクト3から甲子園編、選抜編と言っているため、ここでは選手権編と表現。大ニュースアクト3から選手権編がスタート。こういった考え方だと今回の最終回は正直キリが良い。だがこれは物語が継続した場合限定。続いて3個目に掘っていくのはあと2話について。マインドポイントでも話した通り、今回の306話では唐突の最終回予告、最終回まであと2話。
このあと2話ではどんな内容が描かれるのか。この件についてはアクト3があるかないかで大きく変わってくると思います。アクト3がある場合、1話目は東東京決勝の内容をダイジェスト形式で紹介、女子的には鵜久森優勝、また聖堂では祝勝会、最終回となる2話目は甲子園に向けて最終調整、メンバーも20名から18名に絞り、いざ夏の甲子園へ。一体誰がメンバー外になるのか。その後は抽選会、開会式、そして初戦。選手権編でも背番号1を背負うことになった沢村が第1投を投げる寸前で終了。年明けもしくは2月から3月あたりからアクト3としてマガジンで連載再開。選手権編はアクト3から本格的にスタート。一方アクト3がない場合、1話目と最終回となる2話目ともある場合のケースと同じになる可能性あり、過去マガジンでは続編が気になるような中途半端な終わり方をした作品があった。試合が開幕する寸前で完結。これを参考にした結果、第2作と2も一番盛り上がる対戦カードが始まる寸前で終了。今回のイナイス戦よりも盛り上がる対戦カード、言わずもがな駒大戦。この対戦が実現すれば選抜以来。しかしこの対戦は詳しく描かれることなく、沢村が第1投目を投げる寸前で第2作完結。もしくはちらほらツイッターの方でも拝見しましたが、一気に内容が飛ぶ。甲子園編はダイジェスト、なお内容の方は曖昧。そして沢村の第最後の夏大予選決勝、対戦相手は役しかいないっす。正直このケースはないかなと思っています。逆にあってほしくない。307では4個を深掘りしています。まず1個目に掘っていくのは祝勝会について。今回の307では、結局聖堂9が祝勝会をしているシーンは描かれませんでした。その代わりとして祝勝会の前後の物語が挿入、最終回まであと2話ということで、尺的にも祝勝会の内容は描けなかったと思います。ということで、ここからもし祝勝会の内容が描かれていたらどんな内容になっていたのか、ヌシュの方で妄想。祝勝会前では片岡監督と落合コーチの姿が確認できたため、まずは監督挨拶、主に夏大予選の総括、監督の熱い言葉から一部涙を流すメンバーとかいたりして、そして甲子園に向けて予選開幕前同様、もう一度劇を送り終了。その後キャプテンであるみゆきにバトンチェンジ、みゆきも夏大予選の総括、また甲子園に向けての意気込み、みゆきの乾杯で祝勝会開始。また祝勝会の終わり付近では聖堂 OB も今回の祝勝会に来ていたため、この OB から激励のお言葉、言わずもがな代表挨拶は前キャプテン結城哲也。また贅沢を言うと、ベンチ入りしたメンバー一人一人が夏祭を振り返り、甲子園に向けて何か一言。以上をもって祝勝会完結。ちなみに沢様はもし祝勝会の内容が描かれていたらどんな内容になっていたと思いますか？思いついた方はぜひコメントお待ちしております。続いて2個目に掘っていくのは沢村の異変について。今回の307では、また沢村がボトルを地面に落下、三重木川上計2名の回想から沢村川上と同じくドクターストップがかかる可能性あり、一体沢村はどうなってしまうのか。もしドクターストップがかかるようであれば聖堂としては痛い。沢村が不在の甲子園編、フレアは予選同様フル回転、復帰する川上もフル回転。ちなみに沢村の左腕に違和感が出てしまった原因って何？
通に考えると疲労プラスナンバーナインが原因かなと思います。沢村今大会6試合中4試合に登板、うち3試合は先発で登板、準決勝の完投後中1日で決勝戦登板、結果的に3イニングを投げ無失点ピッチング。沢村が投げるナンバーナインはスプリットの改良版ということで、他のナンバーズよりも指先の握力を使い肘にかかる負担が大きいはず。307話の最後のページ、次回の予告には沢村の左腕に残った違和感の正体は、最終回まであと1話、沢村の怪我落ちでアクト2完結はちょっとえぐいので、ぜひ良い方向へ進むことを望んでいます。仮にもし沢村にドクターストップがかかった場合の世界戦、理想としては川上みたいに1週間登板禁止、甲子園では去年の那須田予選の丹波みたいに途中から復帰、沢村としての初戦のマウンドはリリーフ、その後は沢村の状態を見て先発復帰、準々決勝や準決勝あたりで好投、ぜひとも沢村が甲子園のマウンドに上がるまで負けないでほしい。逆に沢村をマウンドに上げるという目標ができればチームとしては良い方向に進むのでは。続いて3個目に掘っていくのは完結について。今回の307話では最終回の件で新たな情報が解禁。ナンバーワン高校野球漫画堂々の完結、16年間ありがとう。主的にはこの16年間を見た瞬間、アクト2だけではなく大熱時代が完結なんだと思ってしまいました。つまり次回の308話をもって大熱完全完結。しかし公式ツイッターはアクト2残り2話で完結と書かれた記事に対してリツイートしていましたが、現時点では今回の16年間完結についてはリツイートをしていません。リツイートしていないということは続編を期待しても良い。仮に続編があるとしたらタイトルを変えてリニューアル、大熱スではなく違うタイトルに変更し甲子園編からスタート、もしくは王道のアクト3。主的には望んでいませんが、甲子園編はダイジェストになり沢村の最終学年からスタート。理想としては甲子園編、甲子園編後は沢村の代が本格的に始動、秋編、この秋編で聖堂が優勝した場合選抜編、春編、夏編、選抜同様夏編で聖堂が優勝した場合甲子園編。ここまで描かれればある程度の読者は大熱ス完全完結に納得するかなと思います。308話では4個を深掘りしています。まず1個目に掘っていくのは甲子園編について。今回の308話では最終回ということで、一気に舞台は甲子園編。聖堂としては今回の甲子園編対戦相手は不明でしたが、1回戦では背番号11をつけたフリアが好投、被安打5本、失点1の完投勝利、なお何点取ったのかも不明。そして本誌で描かれていた2回戦聖堂対ひろき戦、この試合は1回戦とは違い8回の裏2アウトまでの試合内容が掲載。ピッチャーとしては沢村の怪我の影響もあり甲子園から復帰した川上が先発。復帰戦でいきなり先発でありましたが、7回3分の2を投げ被安打6本失点2、先発としての仕事を十分こなし沢村へと継投しました。野手としては三幸やフリアのホームラン、また他の選手も結果を残し13安打かつ広木の守備のミスもあり計9得点。なお甲子園編の内容はここまで、8回の裏2アウトランナーなし、打席には広木の2番バッター、2番手としてマウンドに上がった沢村が第1投目を投げる寸前で終了。大熱16年間の歴史は一旦幕を閉じました。沢様からいただいたこの甲子園編の考察、
今回の308話の冒頭ページでは、聖堂対ヒルキセン以外の対戦カードも判明。大会8日目は聖堂を含めた計4試合、大会9日目は計3試合。大会の日数、高校名の雰囲気、また地名から逆算すると、今回の甲子園編は現実世界の2015年選手権をモデルにしていることが判明。大会8日目の1試合目から3試合目は名前の雰囲気、また地名で一致。後期に関しては広島県の広陵がオマージュと予想。4試合目は両校ともオマージュ校。9日目は全て高校名の雰囲気、また地名で一致。龍角大太平は龍谷大平安のオマージュ校と予想できるため京都。伊勢ということで三重県。セサミは長崎のハサミ。正直ここまでの情報量があったら仮想甲子園編で動画が作成できる。ということで、後日ここまで話した情報などを参考に仮想甲子園編を作ろうと思っています。お楽しみに。続いて2個目に掘っていくのはベンチ入りメンバーについて。今回の308話では聖堂のベンチ入りメンバーが判明。予選での各選手の成績、また川上が甲子園編から復帰、小野がキャッチャーとして完全復活。この結果から中田、金田、奥村、この3名のうち2名がメンバー外になると思っていましたが、本州の方を確認してみると、応援席には奥村、そして結衣の姿も確認。つまり聖堂は甲子園編で結衣と奥村をメンバー外にしました。奥村に関してはもともと2番手キャッチャーだった小野が完全復帰したということで問答無用メンバー外。結衣に関しては予選で4-3とバッティングで好成績を残していましたが、沢村の怪我の影響もありメンバー外になったと思います。その代わりとしてピッチャーの金田が残留。しかし川上フリア、甲子園編では絶好調、9回完投、復帰戦でいきなり7回3分の2を投げ好投。沢村に関しては川上と同じ症状ということで1週間ぐらいの安静。また2回戦から継投で復帰。この2回戦の投球内容によっては次の試合あたりで先発復帰とか。このように甲子園編でも彼の出番はほぼない感じ。続いて3個目に掘っていくのは沢村の怪我について。今回の308話では診断結果により沢村は1週間安静。甲子園編でも2回戦から継投としてマウンドに上がっていたため、沢村の怪我落ちという完結はなんとか回避できた。しかし最終回の翌日、公式ツイッターでは貴重な1枚の画像を投稿。この画像を確認すると、数年前から沢村の怪我押しという案が出ていたみたいです。この画像の今後の展開、奥村との練習でスライダーを見た美雪が試合で解禁、それは怪我エンドにつながる伏線にもなる。正直他の分も気になる。チェンジアップ回かツーシーム回を投げていた世界戦、またスライダーも解禁していた世界戦。この他にも上記の画像にはまだまだ貴重な情報が書かれているため、後日別動画で特集しようと思っています。続いて4個目に掘っていくのは最終回について。今回の308話をもってアクト2完結、また第二次隊も完結。寺島先生、ダイネースを運営する関係者様、16年間もダイネースという作品を描いてくださりありがとうございました。また最終回の当日に投稿された公式ツイッターの内容的に、今後は東東京の決勝と単行本作成、上記の仕事が終わり次第今後のことをゆっくり考えていく予定。なお単行本に関しては現在31巻まで発売、32巻は12月発売予定。32巻に関しては6ヶ月ぶりの発売ですが、通常単行本は3ヶ月に1巻のペースで発売。また1巻に対して基本9話分の内容が収録。この
この結果から通常より夜分少ないですが、最終巻は34巻、33巻は2023年3月発売、34巻は2023年6月発売。ちなみにこの宮分では番外編、東東京の決勝の試合内容を収録と予想。また週刊連載は今回の308をもって区切るという文が書かれていたため、もし続編が描かれた場合、進撃の巨人みたいに月刊誌、何年後になるか正直わかりませんが、読者はいつでも続編を待っています。ちょっと不安だったのが、テレビアニメダイネース公式ツイッターが2023年をもってファンクラブをクローズすると報告。これによりアニメ4期はなし。主的には2023年の夏に会員を招待する最後のイベントがあるみたいなので、そこでアニメ4期の放送決定の報告を楽しみに待ちたいと思います。単行本の方も2023年の夏には終わっていると思うのでちょうど良い。またもっと言うと、もしアニメ4期の放送が決定した場合、このアニメ4期の最終回で月刊誌としてダイネース連載再開、この展開を主は少し期待しています。以上、今回は完結記念特集深掘り編を動画にしていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。